まさに選挙というのはおそらく今年もあるでしょう。今年は東京都知事選挙、これは政党は関係ないですけども、解散があれば衆議院があります。で、来年の6月には参議院選挙があります。で、大津彩香さんのみんなで作る党は来年の6月の参議院選挙で 2% 取らなければ、まあ、ここで政党要件を失うと、おそらく全ての政党要件を失う、国政政党の要件を失うんですね。で、我々NHK から国民を守る党は、まあ、来年の参議院選挙に向けて、再び国政政党に返り咲くというところを目指して、これからは前向きに、このように、ね、反省をして、やっていきたいと考えております。まあ、国会議員2人もですね、幸い私の考えについてきてくれるということですので、まあ、その秘書の方々ですね、も含めて、私は今回賢い人が残って、いわゆる弱者という人たちはどんどん、まあ、党からいなくなりましたので、この弱者の方は国の福祉ですね、税金によって救済をするという考え方を今回強く、理解勉強しましたので、そういうことで反省をして次に進んでいきたいと思っております。